皆さんこんにちは、ヒロです。今回は重大発表があります。なんと僕個人の問題ですが、11月24日に日本に帰ることになりました。ナイス。オーマイガーッ、ワーオあー、長かった。いやー、本当に長かったですね。1年ですよ、1年。いやー、1年ってスパンで1回日本に帰るっていうのは自分の中で決めてたんですけど、でもやっぱりこの1年本気で待つとなると、特に今年の3月から2月からクラブハウスが始まって、いろんなクリエイターさんとフォトグラファーさん、モデルさんとかもいろんな人と出会って、もう日本に帰りたい欲求が本当に強くなって、でもういろんな人からいつ帰ってくるんですかって聞かれてるんですけども、実際のところ僕も分かんなかったんですよ、本当に。でも今回やっと個人的なんですけども、11月の末から1月の頭まで日本に帰国できることになりました。なので今回日本に帰る目的はいろいろあるんですけども、お時間がある方、クリエイターさんとかモデルさんとか、いろんな仲良くしてくださった人たちや、いろんな人に今回日本に帰った時一緒に会っていろいろ話したいと思うんで、ぜひぜひ日本に帰った時は皆様よろしくお願いします。僕の相手になってください。今回一応ショートムービー作ったんですけど、普段とはちょっと違うような動画作ったんで、見慣れる方と見慣れない方がいろいろいると思うんですけど、ぜひ楽しんでってください。では動画はこちらです。皆様、動画はいかがでしたでしょうか。今回はちょっとスペシャルってことで日本語で YouTube させていただいております。で日本に帰ってくる時期はさっきもお伝えしたんですけど、11月24日からなので、ぜひぜひ皆様、お時間がある方はぜひご連絡をお願いします。よければ YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。Instagram の方もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.